りして私は今月の議論はゼロになっちゃったから脱出悪くてもお許しよって感じで、オミューンだ、オミューンだ配信、オミューンだ最初以降全然言ってなかったオミューンだ、死後になっちゃう、オミューンだ配信でしたけど、どうでしたなんかさ、実寸後レッスンが今日朝眠って思った、始まったらそんな眠くなかったけど、うん、今また眠くなってるわ。入ったらすぐ寝ましょう。で、画面飛んじゃん。鎖骨綺麗だって、やった。鎖骨綺麗嬉しい。まだ鎖骨出ないんだよね。いや、私も出ないんですよ。でもこれ来たら出る。え、飽きたよって言ったら、え、ないの？ないですか？鎖骨がなくて、なんか水溜めれる人いるじゃん。うん、そういうのとか、ペタンみたいな。うん、骨はあるんだけど、ちょっと後で見せてください鎖骨がないのを見るんだ。本当に鎖骨ないわ。私鎖骨はあったらなんかおしゃれな感じがしていいですね、うん、鎖骨おしゃれ。今日はもうチョーカーは服とセットです。ああ、ね、見て見て、チョコレートだ。ちゃんと勝ち取った。やった。今ね、2人で、うん、そう、お手引きしてお手引きしたので、食べる準備して大丈夫。開けますね、うん、でもこれ見た瞬間さ、関ちゃんチョコレートだって言って、え、すごい、すごい、え、見て見て、ブルフィーユ、え、めっちゃ美味しい。あ、すごい、いい反応。え、最近めっちゃ食べたくて、ミルフィーユ、ずっと探してて、え、嬉しい。ね、チョコレート入れ、あ、思うずっしり系、あ、最高。ストロベリーが1個だけあるよ。あ、いや、大丈夫ですよ、食べてもらって。あ、はい、あ、好きそうっていただいてもらって甘い、好きそう。目にしちゃうぞ。やばい、テンションやばい、スキちゃんに巻き込まれている酔っ払ってます。飲んできました。飲んで、全然飲まなくてさ。そうなんですか。びっくりするぐらい、いつか二十歳になったら一緒に飲みに行きましょう。今19か。あ、誕生日は15。あ、15、めっちゃ誕生日は12月31日です。あ、そうだな、はい、大晦日、ね、大晦日です。誕生日の過ごし方とかすごい気になるわ。え、普通通りですよ、何もしない。え、なんか今年終わるなってよりは誕生日だって感じが強い、うん、どうなんでしょう。でも、あの誕生日はいつも親戚のうちに行くから。あー、そっか、うん、みんなで親戚で祝ってもらえる、うん、すごいな。じゃあその時に乾杯できるね。そう、ちょうど、あ、いや、まあどうしたどうした。15歳、はい、5年後くらいに乾杯できるな、ね、はい、21なんだよな。え、そう、本当。なんで何歳と思ってた。20歳です。永遠の20歳って感じ。どうですか、永遠の20歳で。え、これもらっていいですか。はい、永遠の20歳です。やばー永遠の20歳でいけるの。いけます。今日さ、久しぶり雨降っててさ、めっちゃ湿気てる。湿気やばいですよね。前髪もっさりしてるもん。髪型で、髪の質違うもん。うん、湿気てる。今日は雨でした福岡の皆さん、雨でしたね。絶対明日から寒くなります。耳がする。これ美味しそう、うん、え、明日食べよう明日頑張ったら1個食べる。そして1個食べる。嬉しい、ミルフィーユ、本当に今日初めてした。レコード、自分レコードっていうか、なんかそういうありそう、情熱大陸みたいな。自分レコード、あ、いいね、いいね。あなたの自分レコードの新番組。え、難しかった。結構自分のさ、記憶探る、辿る、うん、いけた。なんか結構 50m 走の秒数とか全然覚えてなかった。覚えてなかった、うん、これ
小学校の時まで。固まっちゃった。ノーミュウミュウ、ノーライフ。関ちゃんのショールームのさ、コメントめっちゃ面白そう。カオスですよ、めっちゃ楽しいです、でも。ノーミュウミュウ、ノーライフ。ギャグ線高いんですよ、みんな。ね、すごい。え、それはさ、逆性高い人が集まったのかさ、高くなったのか。なったんじゃないですか、まあ、私のおかげで。あ、すごい。じゃあ、関ちゃんを応援すると逆性が高くなる。もっと謙虚に行きます。もともと高かったなと思います。あ、そうね、はい、固まる、確かに、本当に固まっちゃうね。変な顔で固まってる。神回だった。何、どうなんだろう。どうなんでしょうね。ね。なんか画面たまに真っ暗になんない？え、なんないですよ。なんない？固まってる。絞り遠くに置いて。え、すごい社長さんみたい。そういう、え、いそう。うわ、そういう社長。うん、うわ、え、女社長になってみたい。え、それに関しては何もないの。え、どんなになるんだろう。あ、考えてきてる。なんか固まっちゃった。普通にさ、いそう。でも女社長、何の社長？ボランティア系。ボランティア系。チョコ、甘いチョコが美味しいね。アーモンド絶対美味しい。なんか今日ずっと食べ物の話してるのはね、お腹空いてるから。空いてる。空いてます。なんかお昼過ぎからずっと空いてる。グミ食べたもんね、めっちゃ食べてました。楽屋にやった。めっちゃ嬉しそうに、あーって漁ってた。可愛かった。グミ可愛かった。グミ美味しかったです。いや、それ食べて頑張ろうと思ってよかった。すごい上質なグミだった。ね、高級なグミいただいていた。何やってんの。え、関ちゃんの配信見たことない。こうちゃんと、見ないでください。見てほしくない。面白い。なんか今日ずっと関ちゃん話してたけど、なんか半分ぐらい分かったけど半分ぐらい分かんない、うん、え、友達とかはさ、うん、もう関ちゃんのさ、うん、もう分かってる性格とか。え、もう分かってると思います。結構何年も一緒に行ったっていう人が多いから。ああ、そうなんや。まださ、ずっと仲いい友達から、うん、なんかちょっとよくわからん、何年だかよくわからんけど、あの、6年目ぐらい、すごい、で、やっと分かってくる。あ、まだお尻には6年か。あ、6年、はい、大変ですよ。わ、楽しみだ。今何年でやって。え、2年とかじゃないですか。あ、そんな、2年前に入ってきたわ。そう、1K2年くらい。ドラソンで2年、3周年か。3周年です。あ、じゃあ2周年で3年目。あ、そう、3年目か。3年目か。早い。でも早いね。うん、でも自分5年目ないよね。え、すごいですね。長くない？長いですね、5年目、びっくりしちゃう。ベテランですね。ベテランって何年？ベテランなのかな。え、わかんない。どうなんだろう。何年か、私からしたらもう5年も十分で。あ、そう、5年って結構の月日だから。2018年1月21日に指名、ドラさん指名だって。2018年1月指名でも加入したのは、あ、そっか、契約書書いたのは2月とかですよ、多分。あ、ステージデビューはね、3月31日だって。あ、同じでしたか。あ、そうです。埼玉スーパーアリーナで緊張するね。人の人の人数。
あ、ね、ね、めっちゃマネージャーさんが小田さんを見たけど、私のプロフィールを永遠に見てる。でも、4期生2016年7月。えぇ、7月。2016年2016年、すごい昔の感じ。へぇ、すごいですね。何年からベテランみたいな感じ。何でしょうね。で、HKT 全体で見たらさ、4期がちょうど真ん中ぐらいで、うん、5期生はまだ後輩の感じ。そっか。早いね、本当に。最初からさ、応援してくれてる人も、よく飽きずに。いや、やめてくださいよ、そんな。ありがとうございます。ありがたい。ありがたいよね、だって、うん、何年も見てくれてる。うんうん、すごいですね、なんか本当に何年も見てくれてるってえげつない、ね、ほぼ娘やんみたいな。あ、でもさ、気持ち的にはさ、まあ、年齢によるけど、大丈夫方とかはもう娘なんじゃない。確かに娘だよでも娘と思って見てるんかな。どうなんでしょうね、どういう目線なんだろうね。あんまさ、なんか、アイドルさ、まあ、AKB とか好きやけど、うん、年下のアイドル好きになったことまだない。ないです、ないよね。あ、感覚は分かんない、うん、確かに気になる。いい、女の子は友達みたいな感じかな。四方の四季、くせ者のドラさん、くせ者のドラさん新劇場楽しみですね、11月2日、うん、そろそろ。え、詳細って発表まだされてないですよね。詳細2日以外の、え、以外、お楽しみ、お楽しみ詳細、詳細、確かに、なんかね、え、でも DM あんまりさ、まだか、発表がない、発表どこまでされていいかさ、なんか口ばし、でも変なこと、そう、あんまり言わないから、やめとこう、2日まで楽しみですね。でみんな出る、そう、あ、そう、みんな出る、お客さんも入る、あ、そうだ、そこまでは、は、OK、はい、OK、OK、いや、ロビーとかね、みんなも楽しみだったもん、うん、めちゃくちゃ可愛いロビーが、映える、確かに床が映えるくない？うん、寝て撮ったらいいかも、怒られるかも。じゃあ今日最後ありがとうということで、10歳の方からお見事。あら、もうですか、うん、私もそろそろ、ゆかぽよさん、まさみそらさん、ホリエモンさん、ゆうちゃん、かずおさん、え、ドレスじゃないよ、ワンピースだよ、やまちゃんさん、読みました、たけさん、だるまありがとう、長地ハーレムさん、キャンディー、ありがとうございます、亀蔵さんです、ありがとうございました、誕生日読みます、山熊さん、サモッピさん、ピカさん、ヒロタンさん、タケさん、エイメイさん、ナルナル48さん、ガッツさん、シュンタロウさん、キャラブンプリンさん、ナガッチハーレムさん、エリカさん、シュンタロウさん、エリカさん、ナギミンさん、ありがとうございました。今こちらにいますけど、え、映せるかな、どうでしょうね、やめとくね、はい、ちょっと怖いので、めっちゃすんなる、はい、ネバラの声が聞こえたかと思うんですけど、おだ、え、おびゅんだ配信、おびゅんだ、おかげでありがとうございました、ではまた、では、いた、バイバーイ、バイビー。